今週は1週間は、はい、私はお休みをいただいて、あ、そうやそうや、あれ、あ、そうや、石垣島でしたっけ、はい、あ、そうやそうや、死ぬほど天気悪くてねえ、なんかあの見ましたよ、SNS で普通にあのコート着てました。あ、マジっすか。寒くて着いたさ、土砂降りよ、雨がその、もうちょっと小雨とかじゃない、はいはいはい、あのややテンション下がるとかじゃなくて、もう逆にテンション上がるぐらいのもう台風みたいな雨降ってたのよ。もうバシャバシャもう大雨、これへこんでもられへんねみたいな。そう、もういやひどいねって笑っちゃうぐらいの雨降ってて、はい、でも足びしょびしょになるから、うん、あのビーチサンダルに履き替えて、はいはいはい、でビーチサンダル着てコート着て寒い最悪寒いよって ここまで来てね。そう、うん、でも石垣島着いて、うん、もうでそんで石垣島から1日目は竹富島っていう、うん、あの島にあの一泊する予定だったから、で船で10分ぐらいなんだけど、はい、でもう 10分でその竹富島着いて、ヤギがいっぱいいるのよ島にね、飼ってる、飼ってるっぽいヤギがいっぱいいて、そこの奥さんに、うん、なんかヤギいっぱいいますねって、これみんな飼ってるんですかって言ったら、なんか今ヤギブームっていうか沖縄で、うん、その昔は現地の人しか食べなかったんだけど、うん、今その観光客の人もそのヤギ汁とか、はいはい、ヤギ食べたいみたいになって、ヤギ不足なんだって、うん、へえ、だからみんながお小遣いか、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかがお小遣い稼ぎでヤギをこう飼って、うん、売ってんだって、まあ、家畜としてみたいな、ね、そうそう、でなんか5万円ぐらいで売れるらしくて一頭、そう、結構いいお小遣い稼ぎにおじいちゃんおばあちゃんがやってるんですよっていうから、うん、でも自分の気持ち、自分で考えた、想像したの、おじいちゃんおばあちゃんになった時に、うん、自分がそのお小遣い稼ぎでヤギを飼ってることを想像した時にね、うん、その情が湧くんじゃないかと思ったのよ、ヤギに、ヤギにペットとして、そうで、ヤギ普通可愛いからさ、小ヤギだと、うんうんうん、だからおじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、あの愛情湧いちゃったりしないんですかねって言ったら、うん、あのね、あのおばあとおじいがね、いつも言うのはね、うん、あのヤギは野菜だって言ってヤギは野菜だからっていう感覚にし、多分自分でこう言い聞かせてるんだと思うんだけど、パーンと切り替えてる、そうすごい発想だなと思ってなんかね、ヤギはね野菜らしいよって言って、そのお母さんもそんな強引な切り替えの仕方するってことは、やっぱり愛情持ってまいそうな不安やってことやそうだよね、多分ね、うん、すごい面白かったおばあは知恵がやっぱ光りますよね ね、本当